さん。お達せ！悟空が死んだ。これまで数々の強敵に打ち勝ってきた無敵の悟空も、心臓病には勝てなかったのである。みんなが悲しみをそれぞれの胸にしまい込み、しばらくは平和な時が続いた。そして半年後、南の島に二人の悪魔が現れた。戦士たちは立ち上がった。だが、ピッコロが死んだ。ベジータ、ヤムチャ、天津飯、そしてクリリン。たった二人の人造人間のために、この世は恐怖のどん底に陥った。それから13年の月日が流れる。これはもう一つの世界の物語である。ベジータとブルマの息子トランクスは、正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士として、ゴハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ、ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった。ゴハンさん、僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです、僕に修行をつけてください。絶望の未来、最後に残った二人の戦士。そうか、分かった。トランクス、ありがとうございます。僕、頑張ります。それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さを身につけるため、苛烈な修行に励んでいた。よし、今日の修行を始めるか。はい、お願いします。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃない。俺は本気で相手をする。君も気を引き締めてないと大怪我するぞ。わかりました。行きますよ。いいぞトランクス。さすがベジータさんの息子だな。そんな、本当に本気を出したゴハンさんには絶対に勝てませんよ。そんなことないさ。君ならいつか俺を超える戦士になれる。きっとな。だといいけど。さあ、今日はこれくらいにして帰ろうか。あまり遅くなったらブルマさんに怒られる。そうですね。母さんには修行してることは秘密だし。じゃあ途中まで一緒に行こうか。はい。ん？待て、トランクス。助けてくれ！レッドリボンが。コアさん、あそこで誰かが助けを呼んでます。あ。助けに行くぞ。大丈夫ですか？君たちは。あいつに襲われてたんですね。いかん。なんだ。あの警告音は人造人間たちを呼び寄せるんだ。やばいぞ。なんですって。ん、聞こえたか？18号。聞こえたよ。楽しめるといいけどね。もうダメだ。人造人間たちが来てしまう。トランクス、君はこの人を安全なところへ。これは奴らが来たら引きつけておく。わかりました。
トランクスたちは隠れられただろうか。なんだ、お前だったのか。新しいゲームができると期待したんだが。ああ、これじゃいつもと変わらないじゃない。人造人間、あのおじさんが言っていたのは本当だったんだ。なぜ来たんだトランクス。僕もゴハンさんと一緒に戦おうと。君にはまだ奴らと戦える力はない。うん、まあせっかく来てやったんだ、少しは楽しませてもらうぞ。仕方ない、君はできるだけ戦わず俺の後ろに下がっているんだ。あ、はい、わかりました。あ、勝負だ。頼む、これで倒産してくれてくれ。あいつ危ねえ。やるな。やめ、いい気になるんじゃないよ。危ねえ。やるな。逃げるなら今しかない。トランクス、この隙に逃げるんだ。はい。やれやれ、どうやら逃げたらしいな。大して楽しめなかったし飽きちゃったよ。もう行こう。そうだな、次はもっと楽しめるといいが、あまり期待しない方が良さそうだ。よし、どうやら行ったようだ。到着っと。今日は疲れただろ。しっかり休んで明日からまた修行続けよう。はい、明日もよろしくお願いします。 X デーはいつなんだろうね。母さん、ちょっとご飯さんのところに行ってくるよ。最近よくご飯くんのところに行ってるみたいね。まさか何か危ない遊びでもしてるんじゃないの。まさかふーん、まあいいわ。どうせなら晩ご飯でも一緒に食べないか聞いてみて。結構たくさん食材が手に入ったのよ。ありがとう母さん、ご飯さんもきっと喜ぶよ。じゃあ行ってきます。気をつけるのよ。お待たせしましたご飯さん。昨日はちゃんと休めたか。体調が万全じゃないと修行の効果が弱くなるぞ。大丈夫です。よし、実際に戦って分かったと思うが、やはり人造人間は強い。トランクスには早くスーパーサイヤ人になってもらわないとな。あ、はい。いきなりはさすがに難しいだろうから、体を温めながらコツを教えてやるよ。準備はいいか。はい、お願いします。スーパーサイヤ人になるのって難しいんですね。怒ってみてはいるんですけど。そんな簡単にはなれないさ。気を高めて怒りを爆発させる。言葉では簡単だけど、実際にできるようになるにはもっと修行が必要だ。はい、頑張ります。そうだ、母さんが今晩一緒に食事をしようって言ってました。来てくれますよね、ご飯さん。え？食事に？いいのかい？ええ、もうご飯さんの分も準備してると思いますよ。そっか。じゃあせっかくだし、ごちそうになろうかな。やった！じゃあ行きましょう。ただいま母さん、ご飯さんを連れてきたよ。おかえりトランクス。それにいらっしゃいご飯くん。はい、お邪魔します。ちょうど夕食の準備が終わったところよ。近頃は人造人間のせいで欲しいものがなかなか手に入らなくてね。その代わり料理の腕前でカバーしてるつもりよ。ありがとうございますブルマさん。ブルマが腕によりをかけて作った料理を囲んで、トランクスとご飯、ブルマは楽しい食事のひとときを過ごした。
ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ご飯さん、すごい食べっぷりでしたね。いや、だって本当に美味しかったから。やっぱそっくりね。え、何がでしょうか。その道着着てあんな食べ方をしてるのを見ると、お父さんの孫くんにそっくり。びっくりしちゃうわ。この道着、お父さんみたいに強くなりたい、そう思って作ったんです。お父さんはいつもマイペースで、母さんに怒られてもひょうひょうとして、まるで空みたいな人でした。そうね。それでも俺や仲間たち、そしてみんなのために、いつも一番体と命を張って戦ってました。俺もお父さんがやっていたように、その魂を受け継いで戦いたい。でもなかなかそうはいかなくて。うわあ、やっぱりご飯さんはすごいや。でも時々噂は聞くわ。人造人間相手にたった一人で立ち向かってるんでしょ。かっこいいわね。はあ。でもトランクスが憧れちゃって真似したがって困ってるの。少し言って聞かせてよ。うん。バレてないよな、修行や人造人間と戦ったこと。ご飯くん、今日はもう遅いし泊まっていきなさいよ。疲れてるでしょ。それがいいよ。そうしなよご飯さん。あ、それじゃブルマさん、お言葉に甘えます。ええ、それじゃあ早速だけど、二人ともシャワーを浴びてきて。なんだかとっても汗臭いわよ。すみません。いや、この前の食事の時は母さんにバレるかと思ってヒヤヒヤしましたよ。ブルマさんはやけに勘が鋭いところがあるからな。あまり毎日遅くまで修行してたら、そのうちバレるだろうな。どうしよう。ブルマさんに心配かけないためにも休みを入れた方がいいな。たまに休む日を作った方が体作りにはいいし。そうですね、わかりました。まあ俺は母さんたちに心配かけちゃってるから、君に偉そうなことは言えないんだけどね。父さんと牛魔王さんたちに心配を。そういえば最近父さんたちはどうしてますか。実は人造人間たちと一人で戦うようになった頃から、俺は家に帰ってないからよく知らないんだ。そうなんですか。人造人間との戦いでボロボロになった俺を見るたび、母さんはいつも大騒ぎしてたからね。俺が戦う必要なんかないって。でも人造人間に殺されたみんなの敵を取るため、そして平和を取り戻すためには、俺が戦いをやめるわけにはいかない。ご飯さん、でも本音を言うと、母さんたちが今どうしているかは気になるよ。母さんの心配性が移ったのかな。変なこと話しちゃったな。今日の修行はこれくらいにしておこうか。はい、それじゃあまた。ご飯さんの代わりに僕が父さんたちの様子を見てこよう。あれ、なんだか騒がしいぞ。あれは父さんが何かに襲われている。大変だ、すぐに助けなきゃ。このポンコツども、あっちに行くだよ。父さん、危ないですよ。おめえ、トランクス家。はい、何なんです、このメカは。よくわからねえけんど、突然オラを襲ってきただよ。よし、ここは僕に任せて、安全なところで隠れててください。そんなことできねえだよ。大丈夫です、こう見えて僕結構強いんですよ。怪我はありませんか、父さん。オラなら無事だ。まあ、あんなポンコツくらいオラでもとっちめられたけんどな。それだけ元気なら大丈夫みたいですね。ああ、大丈夫だ。
でもメーサ来てくれて助かっただよ。ありがとうな、トランクス。いえ、父さんは何をしてたんですか？オラか？オラは畑の様子を見てきた帰りだっただよ。じゃあ、僕家まで送りますよ。またあの機械が出てきたら危ないですし。そうけ？じゃあせっかくだからボディーガードを頼むだよ。はい、任せてください。いやあ、父を助けてくれて感謝するだよ。さすがベジータの息子さんだ。いえ、そんな。謙遜することはねえだ。おめえが戦ってるとこを見てたら小さい頃のご飯ちゃんを思い出しただよ。そうですか。そういや噂で聞いてるだよ。ご飯と一緒におめえが人造人間と戦ってるってな。まずい、まずいぞ。そんな噂にまでなってるなんて母さんにバレちゃう。そんな、何かの間違いですよ。そうなんか？だったらええが。だ？おめえみてえな子供が戦うことねえだ。ごはんちゃんだって本当なら今頃えらい学者さんになってたはずなのに。オラも父と同じ気持ちだが、ごはんが戦うと決めたのなら、ごはんを信じて無事を祈るしかねえだよ。ごはんさんも今は戦うしかないと思ってます。でも父さんたちのこともすごく心配してますよ。多分ですけど。そうだな。もしごはんちゃんに会ったら無理せず頑張れ。で、たまには帰ってこいって伝えておいてけれ。はい、それじゃあ僕帰ります。お二人とも気をつけてくださいね。ありがとうな。ブルマさんによろしく言っといてけれ。おめえも気づけてな。はい。僕がごはんさんと一緒に戦っているっていう噂は母さんには聞かせないでくださいね。心配するので。わかっただよ。ごはんさん。トランクス、今日はもう帰ったんじゃなかったのか？実はさっき父さんたちのところに行ってきたんです。え？どうしてまた？ごはんさんが心配してたから様子を見てきたんです。ちょっとトラブルはありましたけど元気そうでした。トラブル？はい、変な機械が父さんを襲ってたんですが、僕が壊しておきました。え？母さんは無事だったのかい？はい、怪我もしてませんでしたよ。よかった。ありがとう、トランクス。君が様子を見に行ってなかったら危なかったかもしれない。いえ、それよりも父さんから伝言です。無理せず頑張れ、たまには帰ってこいって。そうか、すぐには帰れそうにもないけど、母さんが危ない目に遭ってるならたまには様子を見に行こうかな。それがいいですよ。あ、君もブルマさんを心配させないように今日早く帰った方がいいぞ。はい、それじゃあ。母さんたちを心配させないためにも人造人間たちを倒して早く平和を取り戻さないとな。